どうも、なおちんです。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はいろいろとマックスになりましたので、見ていきましょう。まずですね、これ、5つのパラメーターが、すべて5まで上げております。これ結構早かったよね。9月後半ぐらいでもうすべてマックスになっておりましたので、まあ、今回これは上げやすかったね。結構ギリギリになるタイトルとかあるけども、今回は良かった。で、そして、仲間のパラメーターもすべて8に上げております。うん。これすべて8にするのは、さっき終わったかな。うん、とにかくかかった。なかなか出ないやつとかがいて、うん、8になるかなって思ったけども、なんとかね、すべて8にすることができました。で、そして、アーキタイプよ。アーキタイプが、今日ようやくマックスになります。何か起こるかな？最後のアーキタイプは、これだったね。デストロイヤー。なるほど。興味、これいいか？オッケー。で、これで、主人公も、デストロイヤーが取れるようになって、ようやくこれで 100% です。100% になったらなんか、起きますかね？どうだろう？うん。まあ、他のキャラクターは、40%、45% とか、まあ、50% 以下ぐらいなんですけども、主人公だけ 97%。ここで 100% になりますね。なるほど。興味深い。これはね、いいか？なんか、新しい職業。いや、出ないな。さすがに出ないな。それは出ない。だけども、なんかアイテムとかがもらえたら嬉しいけどな。お古き時代の英雄も全てがここに揃った。これなんかもらえる感じじゃない？お、来た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 。秘蔵の品を渡そう。なんだ、なんか最強のなんかだとは思うんですけど、キング・オブ・キングス。うわ、武器だでもこれさ、技があれば装備できる？ロイヤルで、あ、プリンスで。あ、なるほどね。あの主人公の武器だけなかったのよ。他のはなんかすごい強いやつが結構あったけども、主人公だけオリハルコンソードとなんか微妙だったのよ。まあまあ、これもね、 MP が小回復するので悪くなかったんですけども、何か物足りなかった。それがこれか。なんだこれ、むちゃくちゃ強いぞ。なんだこれ、命中99だし、攻撃力500。うん。で、追加効果で、味方全員が不安状態にならない。あー、なるほどね。不安にならないっていうのはなかなかでかいかもしれない。はい。なるほど。選ばれし王のみが持ち得る幻の剣。いや、そういうのを持ってるんだったら、最初にくれ。なんでここまで引っ張る？最初にくれ。いやー、ゲットできましたね。はい、ということで今日はいろいろとマックスになりましたので、見ていったところ、最強の剣をもらうことができました。やったね、やったね。で、アーキタイプも、どこで見るっけ、これか。主人公もね、結構マックスになってんのよ、ほぼマスターで。残りがデビルサマナーとデストロイヤーだけだね。この2人を上げて、完全マックスとなります。やっぱりね、こんだけ、ランクマスターが揃うとステータスがね、むちゃくちゃ上がった。主人公のステータスは高いね。うん。で、あのね、1個ね、ものすごく後悔してることがあって、魔力中心で上げていったんですよ。うん。最初魔術師、ウィザードで始めて、まあ、属性、3属性で弱点つきやすいよねって思いながらやってたら、
最終的にはこれ力だわ。最終的に力、今のところはね。なので魔力じゃなくって力を上げてたらよかったな。これ取り返しつかないんですかね。ステータスの振り直しができればいいんだけども、いや、できる？できないよね。わかんないですけど、これはすごく後悔してます。力99になっててほしかったな。魔力じゃなくってさ、まあ魔力も悪くないんだけども、はい、まあ、とりあえずこんな感じですので皆さんもやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。